さあ今回はボーリングをお伝えするということになっております。実況ぼんじりです。解説はこちらの方。ラウンド1の貴公子もずくです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、何やらこう奇想天外な方々がいらっしゃるんですが、カニのようにとあります。はい、カニのようにステップをすることがボーリングでは大切です。こうなかなかね傾斜がつくレーンというものも珍しいんですが、はい、あっと勇ましいという字が出て飛び乗っていかない。さあ、はい、カートを投げていった。後からついていくのは犬人間。さあフライングダイブですが、あーどうだ、ここで最終的にはピンが、ピン残しですね。1つ残るという状況。そもそもなんですけど、これどういった競技なんでしょう。はい、まあ基本はカートをね押してあのボーリングを、はい、あのピンを倒すという競技なんですね、はい、さあまた勇ましく、はい、ここは第2投目というところですが、うまいこと乗りたいんですけれどね。フライングダイブからやはりカートを倒していった、うん、これはいいコースついていますよ。いや素晴らしいストレートショッピング、ストレートショッピング決まりました。入りましたね。これ改めてなんという競技名なんでしょう。これはもう普通にボーリングカートですね。ボーリングカート、はい、どこの国の発祥なんですか。これはアイルランドですね。アイルランドで、はい、どういったストーリーがあってこんなものが生まれてきたか。まあ、あの氷がない時、あのちょっと夏場とか氷が溶けた時に、はい、その氷を思い出せという意味でできましたね、はい、あちょっとわかんないですね、はい、これはどなたになるんでしょう。これはあのカマキリ大先生ですね。カマキリ大先生、中にはあっとちょっと足腰弱いか、はい、大和田常務が入ってますね。おっとここはソファーの裏まで飛んでいった大和田常務が中に入っているというところ、いい、ね、NHK はこれは認めているんでしょうか。ガーターです。あ入っちゃいましたね。良くないですね。良くないですね。ちょっと虫がいたんですかね、はい、面白いちょっとか追っかけてるんでしょうね、きっと。そうですね、遠くへ点のようになっていきます。あー米粒のようですね、虫になってくるんでしょうね、本人は。あーガーターですね。さあということでこの競技なんですが、はい、まあ、どういった風に攻めていくのがそもそも大事なんでしょう。まあ、カートをうまく使うことが定石なんですけどね、やっぱ自身も転がって、自身とピンの勝負、そこが注目ですね、うん、おっとここは謎の大玉転がしに移っちゃったな、はい、残り3秒というところですが、どうでしょうか。ピンを倒す気がないようにも見えます。いやないですね。ゴキブリとか追っかけてるんですかね、やはりやっぱ虫大好きですからね、カマキリ大先生は。さあ記録はダブルガード、あっとこれどうですか。いやこれはちょっとタイムアウトですね。タイムアウトですか。惜しいんですけれどもね、遠くに見えて、あピンはね倒、倒れて、うまいです。あこれ倒れてますよ。うまいんですよ、記録は。記録はゼロです、ね、ゼロですか。から非常にうまいんですけどもね、やっぱ集中力が足りないというか。なるほど、時間に間に合わないんですね。さあこちらは、ね、あのちょっといろんなちょっとツッコミ心があるんですけれども、はい、なぜ犬の頭をしていると。あワンワンが大好きなんですね、ワンワンが大好きな人はもう大体顔犬になってますから。ちょっと待ってください、はい、壁ですか。あしょ、うん、障子にメアリーですあストライクです。はい出ました。いやーね、今の人誰ですか。今の人はここの支配人です。支配人が出てくる。はい、やっぱストライクをすると支配人がおやったなという。やっぱプロをね求めてるんで支配人も。あそうなんですね、うん、そうですね。さあそしてこの動かしてる4人のこれ何なんですか。怪我人の集団です。怪我人の集団を蹴散らしていく、はい。さあこちらはカマキリ大先生、なかなか行かないですね。なんでちょっとこう飛び込む勇気が足りない。あ、行った行きました。あ、ナイスカウントイン。オンボードどうですかこれは。そのまま障子を、ね、破っていってほしいです。障子の、ね、枠組みにとらわれてしまって記録は。記録はゼロですね。なんでですか。タイムが、ね、足りないんですよね。今のは認めてあげてもいいんじゃないですか。ちょっと厳しいんですよこの社会は。そうですか。さあ怪我人の集団が、おっとこれちょっとナイス角度ですね。これは勇ましい角度です、うん、さあ残り5秒切ってる。今度はいいですよストレートに。あいいですよ。あちょっと埼玉さんが気になりましたね。ギリ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 ガーターにはならない。カートは倒れてしまった。あどうですかね、厳しいか。ガーターですね。左下左上埼玉ですね。これは記録につながりません。なかなか数字が伸びませんね。難しいですね。あそして後方からですねクロンクロンと黄色い男性が転がっていく、はい、というところであります。ワンパンマンですね彼は。さあこちらはかなり良い記録を出していますが、いや非常にいいですよ、うん、プロも目指せますね。ああちょっと足腰が試合が試合にこちらにいらっしゃる。見てます見てます、はい、これは間近でちょっとコビ打ってますね、プロのプレーを見たいと。あちょっとああどうですか。カート押し出し。さあ障子の角を破れるかどうか。そうなんですよね問題は。うーんしかし勢いがついてない。左障子は行ったんですけどね。今のは記録だと思うんですよ僕は。いやいやね、タイムアウトとかじゃなくないですか今の。いやいやタイムがあるんですよ。あの支配人タイムっていうのが支配人のも もうさじ加減、さじ加減全てはさじ加減ですね。そうです。残念ながらやはりコビを打っていくことが非常に大事だと、はい、いうところ。このあたり怪我人のプレーは非常にスムーズ。そして今度はカードを無視する。はい、あもうランニングバイいいんですね。いいんですね、うん、あるでしょこれはもう全然。さあどうだ、ちょっと時間が足りないですね。足りないか。やはりダッシュ力にかけ、ちょっと綺麗綺麗症状ダメですね。これ記録出てません。これ何ですか。4本、あ、1本1本倒れてますね。1本倒れてますか。ちょっとルールがガバガバです、ね。やっぱ顔はね犬なんですけど足は人間ですからね。ちょっと脚力が足りなかったと。さあ左側にガソリンという文字も出ていましたね、はい、あどうだ、これはかなりいいスピードこそは出ています。あとはあとはそう、このカート突き抜けていってどうだ。でも障子破り非常に綺麗に決まったんでね。いいんですか。7いきました。7だって全
倒れてるじゃないですか。やっぱあのタイミングなんですよね、これは7だと。それを、いつまでも倒れてるのを待って許しちゃいけないんですよ、うん、そうなんですか、はい、あ、そして今そうだ、スプリットの形ですね。そうですね、これ非常に難しいですよ、うん、これどう崩していけばいいんですか。やっぱ右のね、ペン分を、行きたいんですけど、いい角度、いい角度、真ん中ちょっと、真ん中はちょっとショッピングモードでしたね。これはどうなんですか。これは行かないですね。やっぱねスプリットは難しいですからね。まあここに来てねようやくピンを、あ、これはカウントにならない。これはあのちょっと未練ですね、自由ですね、未練倒し、しかしポイントには繋がりません。さあこちらですけれども、泣きの1本が入りました。現在得点32、ね、まあまあもっとねストライクとか出してほしいんですけどね、はい、さあどうだ、左の方気に加わる。これは何ガーターなんですか。だが、人生敗北ガーターですね。だもう大体あの飛び込みガーターっていうのはですね、はい、この世の無常を嘆いた。あ、でも後ろから帰ってきましたよ。なんかあの気持ちは感じます ね、 あ、そうですね。次につながるショットだと思いますよ、はい、さあここは怪我にほとんど仕事を果たさない、はい、なかなかカートインができないんですよね。お、謎のスリップが発生している、はい、どうだ、ここはドラム缶の向こう側。あ、硬いですね。そしてここはどうですか。これはこれ倒してるじゃないですか。いやいや、これはあの、倒してないんですよ。見えてるのは幻想です。あなたが見てる私見てるのは幻想なんだよ、はい、私が見てるのはどうやら皆さんもどうでしょう、幻想見てるんじゃないかなと、はい、思いますけれども、ね、精霊さんが見えてるかと思うんですけど、幻想です。こうなってくるとカマキリ大先生も、あ、これチャンスですよ今。これあのドラム缶かなり硬そうに見えます。いや硬いんですけども、うん、あの角度によってはね非常に柔らかく。おっとケツからヒップアタックです。ヒップホップアタックですね。どうだこれは、倒していって邪魔者をねのけてからのショッピング。時間ありますよ、時間ありますよ。どうだ、ショッピングをゴー。あー硬いです。あ、でも7本。あ、え、なんで、まあ、7本ギルルがぐちゃぐちゃなんて今のは。なんで今の得点なんですか。いや、あの、ちょっとでも動いたんで、はいはいはい、認めてやろうと、あの、重いね、あのドラム缶を動かせたというところに、はい、まあ、関東賞みたいなところですね。関東賞、そう、関東賞もらえた、はい、あ、これ、あっと、ちょっとカートはガーターというところですか。残り3秒というところから、はい、まさかのガーターに寄っていく。カニケチラセが入りましたね。何か入るか、ここからのスーパープレーはありません。何もなく、ガーターで終わりますね。そうですね、記録はここまで14本というところ。これは、まあ、最後3投ですからね。そうですね、まあ、最後はね、ターキーとかできれば、はい、非常に大逆転もあるんでね、あ、これはもう投げる気も感じない。もう余裕ですね、ちょっと油断ですよ、これは非常に危険ですね。ウサギ固めでいうところのウサギプレー、はい、が、ここは、なんかあそこありますよね。 あそこだけ油が塗ってないんですね、オイルが。そして今度飛んでって、倒しましたよ。倒れてますね、いいですけども、これ記録にしてあげたらどうですか。いや、ちょっとあの、次が入ってるんですよ、この次このレーン次、ね、人気レーンで次の方。そうなんですね、はい、次の組入ってて、ちょっと時間が生かしタイムが入ってる、はい、いや、しかし今度はカートと共に飛び出していった。いや、非常にいいですね。あ、いいんじゃないですか。いいアプローチ、これはどうだ。あ、カートがちょっと浮いちゃいましたね。後ろに倒しているのも、いや、でもちょっとこの後やっぱ計算ガバガバなんですよね。いや、これは7ですよ。7本、誰がどう見ても7でしたね。さあ、2投で終わりました。ここから最終すべてスペアを取れば逆転勝利が見えます。カマキリ大先生、まずは毛刈りの謎の微調整が入ります。まあ、東大出身なんでね、知ってきてプレーを出してほしいですね。物理の演算もできているか、どうだ。あ、ちょっと右寄りですね。ーわーという、どうだ。3本ですか。ちょっと勝ち筋薄いか。いや、まあ、こっからがまだチャンスですよ。スペアチャンスあるんでね。ここでスペアを取ることができれば逆転があります。いいアプローチがあれば。あっ、おっと、後ろから今度はカートを連れていく。さあ、まずは自分が、あ、いいですよ、自分が砲弾となっていく。どうだ。あ、いった、いった、スペア取れた、スペア取れた。あ、いけました。これ倒れてないですよね。これ倒れてないですよね。倒れてるんです。倒れてないですよ。倒れてないです。いやでもあの記録上ではね、ちゃんと、いや、記録上だってもう何でもあるじゃないですか。もう、そういう競技なんです。あ、そうなんですか。うん、買い物ですね。これ逆転の目がありますよ。いや、もうここでストライク出したら一気に逆転ですからね。さあどうだ。あーっと、ここに来て謎の、謎の、なぜだ、なぜだ。これなぜそう、右へのブースあー、最終的には0本ということで、合計24本、勝ったのは犬。最後ですよ、最後。いや、最後何が起きちゃったと。やっぱあの油塗ってないとこをね、ちゃんと見極めれなかったとこ。あと、ショッピングカートは乗るもんじゃないんでね。そうですね。ちゃんと押してくださいということだったんでしょうね。いや、アイルランド発祥のカートボーリングですね、はい、ここまでご覧いただきましたけれども、次回大会に向けて何かありますでしょうか。そうですね。まあ、あのもっとね、スーパーでこうカートを遊んでほしいと、うん、やっぱそこのね、手慣れ感がやっぱこの競技に影響があるんで、皆さんぜひ買い物に行ってください。わかりました。それでは次回第324回カートボーリング大会でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。